連邦巡回区控訴裁判所が入居するハワード・ティー・マーキー裁判所庁舎合衆国連邦巡回区控訴裁判所はアメリカ合衆国における控訴裁判所の一つでアメリカ合衆国全域における特許や関税などの特定分野の事件を管轄する裁判所である。1982年10月1日に設立されワシントン DC に本部を置く。 合衆国を12の巡回区に分けて管轄する他の高訴裁判所とは異なり、キャフックの管轄は地理的範囲ではなく事件の種類によって定められている。すなわち、キャフックはアメリカ合衆国全域における特許権侵害及び特許の有効性に関する高訴事件を扱う。また、特許以外にも関税などの分野の高訴事件も管轄する。ただし、 知的財産権のうちでも、著作権は、キャフックの管轄ではないことに留意する必要がある。キャフックが設立される以前、特許に関する訴訟は、全国各地の高訴裁判所で取り扱われていた。しかし、特許に関する訴訟は、技術的、法律的に専門的な判断が求められるにも、かかわらず、専門の人材が十分でない各高訴裁判所では、 十分な真理を尽くすことができず、その判決には相互に反するものも多かった。これは特許権の有効性の予見性を低下させ、結果的に特許権を弱めることにつながる。当事者の間では、自身に有利な判決を出す傾向のある高訴裁判所で、訴訟を提起するフォーラムショッピングが行われるようになっていた。キャフックの設立の目的は、各高素裁判所によって、 バラつきがあった特許事件は専属管轄で行うこととし、キャフックで判断を統一することにあった。日本でもキャフックなどを参考に2005年に知的財産高等裁判所が設立されている。ありがとうございます。